今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日は郷土のもう老舗と言って、良いのではないでしょうか。そば売ってはりますね、浮屋さんでございます。京都寺町の四条と三条の間ぐらいにあります。エビ天重セット1980円、言いましたよ。おーすごい、エビが3尾も入っておりますよ。弟子大好きな、あ、これオクラやったかな、が入っております。シシクやったかな、ちょっと忘れてしまいました。で、二八そばですね。ごま豆腐も入ってます。エビフいいですよね、この花が開いてる揚げ方。で、ごま、だしの染みたご飯なんですけども、いつもあのタレを言わずに、ね、あの塩分とか気にしてたんですけど、もう今日はもういいやということで何も言わずにスタンダードな、タレ付きを、言いましたよ。あ、やっぱこれはこれで美味しいな。で、そばをいただきます。浮屋さんのそばあの細いんですよね。で、そばの香りいたします。ここのそば僕、結構好きなんですよね。で、このお吸い物がまたうまいんですよ。やっぱ京都、まあ、京都ウィーキーで言うとちょっと申し訳ないんですけど、京都のお酢みょんって本当に僕好きなんですよね。美味しいです。で、このごま豆腐もこれもうまかったな。なんかもったいないのでちびちび食べていますけれども、で、どんどん食べ進めていきますよ。やっぱこれ3エビ3尾あったら、あのやっぱり値打ちありますね。で、これ追加いたしました。10割そばでございます。10割そばの大盛り、これほんで何やったかな、あ、これ海苔もついてたのか、海苔もついております。で、あのおつゆも、まあおつゆいらなかったんですけどね、まあおつゆもあの来ております。で、10割そばです。やっぱこっちの方があの香り、そばの香りはガーンといたしますね。まあ二八も十分美味しいんですけれども、あ、両方ともじゃあこっちが絶対かというと二八もすごい、のいいところがあるので、これも好みというか、まあ、どっちも、美味しいです。で、この塩かけて食べるとすっごいあのそばの香りが引き立つので、いっぺん皆さん本当に騙されたと思って塩をもらってそばの上にかけて、食べてみていただければと思うんですが、いいそばはほんまにそば粉の香りがあの引き立ちます。で、海苔乗せてみたんですけど、海苔はちょっと今一つやっぱりなんかもうそばだけでいいかなという感じを個人的には、した次第でございます。で、そば湯はまあ普通のそば湯なんですね。濃くなく、透明な感じのそば湯でございました。まあ、これがこうとろっと濃かったらもう言うことなしの最高満点なんですけれどもね。というところで浮屋さん、あ、この寺町店の方です。こうもうちょっと下がったところにも浮屋って書いてあるけど、こんなとこあったかな、ちょっと覚えてないんですけども、というところで、浮屋さんでございました。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しといてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。